こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、埼玉県上尾市の上尾駅に来てます。これはどっち側になるんですかね、西口になるんですかね。日付はですね、2022年2月5日土曜日、時間はそろそろ午後6時という感じですね。ではね、駅周辺の、ね、街をね、ぐるっと歩いていきたいと思います。結構大きな駅で、全然初めて来たんですけども、イトーヨーカ堂があったり、あとは松山プラザとかね、あとこっちにも何ていうんですかね、ショッピングモールみたいなね、快活クラブとか、あとはフィットネスとかパチンコとかカラオケとかね、スシローとかが入ってる、店舗があって、ではね、まずは西口の方からぐるっと歩いて、で、あとでね、東口の方に。歩いていく感じで歩いていきたいと思います。これが上尾駅ですね。松山プラザの中にイトーヨーカドーがある感じですかね。と地上に降りて、そしてもうバスロータリーの周り、バスロータリー、駅のロータリーの周りをね、歩いていきたいと思います。鳥貴族があって、日高屋があって、でその向こうは吉野屋がありますね。ここはマクドナルドですね。右手に駅です。そしてここが向こうに商店街っぽい、短いですけどアーケードがあって、ここは洋服屋さん、ココイチもありますね。そしてこの辺は飲食店が何店舗かあって、モンシェリー通り、正面はモンシェリー通りというみたいですね。そしてこの辺にもお店があって、さあ
アーケードとかと思ったんですけど、両側だけに屋根がある。やっぱ屋根じゃなさそうで、ちょっと夜なんでね、作りが今一つ分かんないんですけど、1968年なんで、生まれた、僕が生まれた時と同じ年、50年以上歴史があるということですよね。ちょっとね、ここから一度駅の方に戻っていきたいと思うんですけども、横浜ラーメン、そして最近よく見る無人の餃子販売所、36個1000円。安いんですかね。そしてスキヤがあって、その裏側に飲み屋さん街があるんですね。ちょっと行ってみましょうか。感じで、数店舗あるっていう感じですね。そんな感じでした。ウエストビル、ここもお店が結構並んでるんですね。これが駅前のロータリーで、
駅の反対の方に向かっていきたいと思います。東口方面ですね。でこれが上尾駅の改札です。駅周辺案内があるんですけども、分からないんで、こんな感じでね、こっちもね、商店街っぽい街灯あったりするんですけども、これは東武ホテルですね。広っていうのがですね、ニトリが入ってて、この辺で地上にちょっと降りときたいと思います。餃子の満州がありますね。ageo 駅の東口の方のロータリーですね。そしてどっちに行くといいのかが全然わかんないんですけど、行きたいと思います。ちょっとね、なんか街灯がね、商店街っぽい街灯があるんで、いい感じの商店街があることを期待してこっちに進んでいきたいと思います。松屋があったり、串カツ田中があったり、
商店街っぽい、ね、雰囲気だったりするんですけど、お店は全然開いてなさそうなんで、行ってみて、まあ、あんまりお店がなければその辺で撮影を終えたいと思うんですけども、そんなに店もなさそうで、ここをちょっと行ってみたいと思うんですけども、あまりやってなさそうですかね。そして正面にはアゲオ飯店、手もみラーメン、中華料理、なんか町中華のいい雰囲気の店あるんですけど、ここは下がレンガ造りで店街っぽい雰囲気ですね。まあちょっと駅の方戻りましょうかね。気になるお店なんですけど、ここはアッピー通り商店街、ちょっと昭和な街灯のあるところは今回の商店街かもしれないんで、ちょっとそっち歩いてみましょうかね。お店はもうあんまりなさそうですかね。まあ時間が時間なんでね、店じまいしてるのかもしれないんですけども、商店街のだいたいね、街頭にね何々商店街って書いてるんですけども、もう字が薄れて読めないですね。
ポーツ用品店か。開いてますね。思ったよりも商店街が長く続いてるんで、もうちょっと行ってみましょうかね。あ、でもそこで終わりかな。市役所通り商店街ありましたね。市役所通り商店街、なかなか錆びれた雰囲気になっちゃってる商店街ですけども、今はね、この商店街を足で撮影を終えたいと思います。左に行くと駅の方に行って、で確かねこの右に行くと市役所があるんですよね。ではね、この辺りで、ね、撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねを押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。